監督ヘリコプター OS-1 が空中から降下する赤外線センサーや空対空ミサイル4発を装備することにより偵察能力および対空搭載能力に応えた。まず、敵情監視を行う鉄鋼班が、アイオートヘリコプター UH-1 に偵察用オートバイを撃退し、通路から突如、後方に潜入し、偵察を行います。